対人恐怖症の頂点までたどり着けたりことがありますか？レシェプの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは対人恐怖症を対策にする、もしあなたは頂点にたどり着いたらどうやってそこから解放されるというのをテーマなんですけれども、でも早速ですが、皆さんご存知でしょうね。僕は前にも結構対人恐怖症だったり、ドイツですね、ドイツから引っ越して日本に引っ越して日本で3年間に住んだ時は、僕は自分の対人恐怖症を捨てたというようなこともあって、だからもうこういう結構陽キャラを猫をかぶったりしたことでも陽キャラになったというも言っても良いです。しかし結構経済的には不安になった、ちょっと困難に落ちたからこそ、僕はドイツに帰国しなければ終えなかったというの状態になったんですけれども、でどうやって僕はそれを乗り越えたかというと、最初の数ヶ月はまだ日本に帰りたいというのをすごくまだ心の中熱くて、もうすごく心熱くて、もうずっとずっといろんな方法を探してあちこちに回ってふわふわふわって、もう日本に慣れたの生活ずっともうバタバタしてあちこちにいてとかしたんですけれども、でもそこでちょっと気づいた、その3年前との統一のシステムも結構変わった、特に法律の方、その法律ではあまりすぐに日本に帰らないなって自分が思った。でどうして自分が変わらないかというと、自分の資格はあまり持ってないし、だから日本ではその受け入れると会社でもいないし、自分も高校も卒業しないし、大学にも退学したしというパターンですけれども、でもその数ヶ月後では自分はそれ気づいた時にはものすごく落ちてたんで、もう本当に逃亡に暮れたみたいな感情になったんですけれども、その逃亡に暮れた感情になったということでは、自分も鬱になった、一時期に鬱になって、他の人から閉じ込まれて自分もちょっと引きこもったというのは、最初はね1週間か2週間だったけど、その1週間2週間はふわっと数ヶ月になったんで、でついにお母さんが言ったのは、どうして友達に遊ぶの行かないと、俺もあまり興味ないしとか、もう全てもうこう暗いだよって、で当初は自分母さんに教えてくれたのは、ねえお前はお前はってねえ君は前に日本でずっとポケモン GO をやってたんじゃん、やってたよって、暇つぶしに、どうして今やんないのって、あまりこうねいい接続はないし、インターネットはないし、誰も僕らは遊んでくれないというと思ったんで、いやほらこれ携帯電話あるよ、ここ普通にカードを入れたら普通にどこもできるよって教えて、どうして僕はやった何かやったかというと、市役所に行って、でその市役所のとこに行って、そこではレイドバトルやったの、バンギラスの、昔前にも最初のレイドバトルがやったのはバンギラスのレイドバトルだったんですけれども、でそのバンギラスのレイドバトルをずっと待ってたんで、そこからふわっと人が現れた。当初はまだすごく対人恐怖症で、もう他の人と見るのももう怖いし、何も怖いし、でもその人は僕は普通にとって、あなた、今レイドバトルしますか、はい、しますよって、すごく元気なアドミンさんが来て、彼は起業者だからもう結構元気で、ちょっとお姉ですけれども、お姉でも結構いいお姉キャラというか、優しいの人、結構優しい。JLBT の人なんですけれども、でも彼も結構いい人、すごくいい。で、彼にも教えてくれたのは、自分の、僕らはいつもここ、レイドバトル今やりますよ。我々の、Facebook じゃなくて、WhatsApp ですね。WhatsApp のグループに入るって言われて、入ってもいいですか、いや、いい、全然いいですよって。当初からは多分レベル36だったんですけども、だから結構強くて、自分のポケモンもずっとは東京で集まって、結構強いのポケモンは結構持ってた、俺は。で当初は自分もずっとそこに場が張って、そこの人ともずっと関わったりしたんですけども、でつい気づいたら、
もうね、1年後か 2年半後では自分の知ってた人は2000人以上だった。すごくない？2000人以上は僕のことを知ってた。僕もあまりね、まあ、500人ぐらい知ってたんです、知ってるんですけれども、あまり関わる人も多いんですけれども、でもその2000人ぐらいもしてないんです。まあ知ってるはなんですけれども、でも名前とかは分からない。人多すぎるから、多すぎるから人は。でその辺には自分がその対人恐怖症のちょっともう一回脱出になって、でその脱出になったからこそ、僕はだんだんこうポケモン GO に関わって、結構金を使ったんで、結構 何十万を使ったんですか、何十万を使って、ずっとね、ポケモンをふわふわってあっちのこっちのレイドバトルしているポケモン集まって、そこから自分もちょっと権威性をもらったんで、その権威性をもらったからこそ、まあ、自分は他の人にも人気者になったということです。ではもしあなたはね、自分が思うのは実際にどうしてポケモンがそうになったかというと、やっぱり対人恐怖症って恐怖のごとくですから、まあ、恐怖は本当に前向けない、前向きしないとね、目の前で張り合わないとあまりその乗り越えないということですね。ただ逃げるだけで、逃げるだけでは、逃走するだけでも何もならないということですね。だからみんなはもうちゃんと取り組んでほしい。自分の恐怖とポケモン GO とかを使ってもいかがでしょうか。ちなみにポケモンを使うのはいくつのメリットがある。まあ、最初は友達になる、まあ、結構多いし、2番目はもうダイエットになる、ずっと歩けるから、まあ、ダイエット方法を、まあ、まあ、エクササイズになるんですけれども、まあ、ずっと歩けるのも手かたけ歩くだから、何か起こるかというと、自分がね、こうエンドルフィンね、すごく元気になるというのホルモンが溢れてから、また自分人生はもっとね元気になるというのこともあります。だからみんなもやってみてください。ただ閉じ込まるだけで、まあ、何もならないだと思いまして、だからポケモン GO でもやってみてください。自分もこれは解放方法になるんですけども、みんなもぜひやってみてください。もしあなたはポケモン GO やりたくないとかね、まあ、他の対人恐怖症の方法あるんでしょうねって、まあ、こういう人だったら、最初はこちらの動画をご覧いかがでしょうか。これは多分あなたの対人恐怖症の対策になるかもしれません。または、もしあなたは現在あまりその相談に乗る人があまりなくなって泣かないなら、まあそういう人ならね、自分は相談になりますよ。どうやって自分の相談に乗るかというと、自分の DM か、または下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこにも自分のとの、まあ、コールもスケジューリングもできますので、ぜひやってみてください。ではレシーバーの皆さん、僕はこちらの動画毎日を投稿しますので、明日の動画なんですけれども、明日の動画はもしあなたは金終わったら対人恐怖症をちょっと解放させるというのは方法をちょっと皆に紹介したいと思います。本当に気になるの動画だったら、こちらの動画にパチンと登録ボタン、また通知ボタンを押してください。そしてもしその動画が良かったら高評価もお願いします。自分もはシワのケアだから、つまり、配りはセーバーですけれども、自分の友達にもシェアしてください。こちらのチャンネルの大体の課題は、自己啓発や心理学などに基づいて、対人恐怖症、怠慢恐怖症などの対策を語ります。または、もしあなたは、まあ、興味があったら、ビジネスとか興味にあったら、僕はこちらも Facebook マーケティングを語りますので、ぜひこちらの間でこちらの2つの動画をご覧になってください。自分の嘘をつけないで、そして自分の情熱を守りたいと思って、今で、次の動画で会いましょう。